で、村長さんは一体どこだって？あ、もしかしてこれかな？お店だった。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、あと一人かな？ヨッシー。ちっこいヨッシーたち。あと一人探そう。いや、でもな、どこにおるんやろう。なかなか見つからぬ。痛い。痛い。声をかけてくれるんよね。んで、これ泳げるんよね。あ、そうよ。あれよね。あの花。あれは、どうもできないんだろうか。いや、どうもできんことないよね、絶対。なんかくるくる回るやん、あれ。絶対何かあると思うのだけど、どうすればいいんかがわからんっていう。とりあえず何かしらボタンを。でも何の変化も別にないんやな。あ、飛んだ。え、飛んだ飛んだ飛んだ。今ね、一通りコントローラーのボタンを押していきよったんやけど、あの64のコントローラーの、あの裏側にある Z ボタンで飛んだ。落ちたわ。ほら、すごい。イエーイ。いいね。あ、なんか土管あるよ、土管。でもって早く。よし、これで。いけるのでは？違う違う。待って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 。あ、入れた入れた。え、暗い。あ、鳴き声聞こえるよ。ちょ、待って、あかりーん。んー、なんか、ポタポタ、お、いた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 。待って。だよー。くるくる回ってたお花があって、なんだろうって乗ってみたんだ。そしたらくるくるって飛ばされて、この中に落ちちゃったんだよ。真っ暗だし怖いし、早くこっから出たかったのに、ちっても出口が見つからないの。助けに来てくれてありがとう。じゃあ出口も分かったし、お家に帰るね。これで全員か。ってことは、さあ帰りますか。村に帰りますか。いやー、助けてー。え、多分これで、あ、間違えた。あかりんだ、君は。おぷくさんに代わってください。で、戻ろう戻ろう。なんか多分、全部集めましたよ的な感じの音とポーズをした気がするけん。全部、ああ！キャー、追いかけてこないで。え、怖い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 。え、ちょっと待って、どこやっけ。あ、こっちか。で、あ、そっか、こっからはもう多分地続きやったはず。あ、帰れる帰れる。ここよね。帰ってきた。あ、もう慌ててる人たちは誰もいない。マリーは子供たちを見つけてくれたおかげでみんなほっとしたよ。ありがとう。子供たちは村みんなの宝物だからね。村長さんがマリオにお礼を言いたいって言ってたよ。早く会いに行ってあげてよ。仲良し5人組復活。怒られちゃったからしばらくはおとなしくしててやろう。いい。でもまた何かみんなでワクワクすることをしたいんだ。マリオはこれからどうするの？え？火山に行くの？マリオすっごい。僕も行きたいな。もう早速、
さっきまで泣いてたのが嘘のように。で、村長さんは一体どこだって？ちょ、一旦回復しとこ。あ、もしかしてこれかな、お店だった。全然違ったよ。え、どこですか？こっちか？あ、そういえばこっちにいたな、なんかでっかいやつ。なんかちょっと小太りっぽいの。あ、あれあれ。どうも。マリオさん、チビヨシーたちを助けてくださって、なんとお礼を申し上げたらよいか。本当にありがとうございます。感謝感謝であります。ところでマリオさん、確かグツグツ火山へ行きたいとおっしゃっていましたな。実は火山に行くいい方法を思い出したんですよ。ささ、こちらへ。なになになに？あれ？この辺にあったはずなんだがな。なに？あったあった。これです。これですよ。これをマリオさんに差し上げます。キューちゃんの像。ヨッシー村の村長からもらったクリスタルのキューちゃんの像。この島で何か困ったことが起きたとき、我らは島の主、ビッグキューちゃんに頼むんです。なんか全然偉い感じじゃない名前だな。このジャンボル島の奥地に住むビッグキューちゃんなら、どうにかして火山に行けるようにしてくれるはずです。生きてるやつってこと？さっきの像をジャングルの中にあるビッグキューちゃんの石像にはめると、奥地へ続く道が現れます。え、全然形違ったけど、あれにはめるの？私も若かった頃に、一度ビッグキューちゃんのところへ行ったことがあるのですが、その道はジャングルの木や枝が道を隠してしまっていて、大変苦労したのを覚えています。でも、あなたなら大丈夫でしょう。マリオさんの望みが叶うことを願ってます。ちょいとお待ちよ。あんた何か訳ありだね。グツグツ火山行きたいだなんて、どういうつもりで言ってるんだい？あそこはね、とっても暑くて、すごく危ないんだ。ぼやぼやしてたら、こんがり丸焼けになっちまうよ。あんたたちがグツグツ火山へ行くなんて、私賛成できないね。いや、そんなこと言われましても。ってことは、悪者に囚われたお姫様を助け出すためにも、火山に行かなきゃなんないってわけかい。あ、今、カクカクしかじかの時間があったわけやね。それすらもないけん、ちょっとよくわからんかったけど。なんとも泣かせる話だね。私はそういうロマンチックな話に弱いんだよ。よし、それならここは一丁。このおせっかい焼きの奥さんが最後まで付き合ってやろうじゃないの。どの道、ジャングルを行くんなら私の力が必要だろうからね。さあ、マリオ、一緒に行こうじゃないの。確かに奥さんが一緒に、ねえ、泳いで連れて行ってくれんとちょっと無理っすね。さあ、でもこれで、あのビッグキューちゃんの像のところに行けばいいというのが分かったから、あ、ちょっとセーブしていっとこう。さあ、進みますか。じゃああれかな、その火山のところまで、何、ビッグキューちゃんが背中に乗せて連れて行ってくれるとかじゃない？ありそうじゃない？マジか、いいねいいね。さあ、早速おぷくさんや。よっ。で、ここにはめるってこと？キューちゃんの像。だったら、四角いものをはめるんやと思ったんやけどな。はめるっていうか、普通になんか置きましたって感じやけど。これでいいの？動いた、動いた。何？めっちゃ気持ち悪い声聞こえたよ。これは別に何もできんのかな。うわー、来ないでー。え、なに？行き止まりですけど。え？え、なんなの？めっちゃ普通に行き止まりなんですけど。この上に上がるのか？あ、普通に上がれるな。え、何なんだろうか。あ、
何もできないな。これは？なんか卵落ちてきたよ。何かの卵、HP が5回復する。何の卵だよ、怖いな。じゃ、フレッシュジュースの代わりに。あとは？もう何もないの？うん、これ以上は何もないみたいだな。何をどうすればいいんだろうか。これは？これは？あ、ん？そこもしかして道続いとる？何やってんの、奥さん、こんなとこで。あ、今なんか、あったー。なんだこのブロック。叩く。いや、何もないな。あ、もしかしてこのな、ん？これ何の穴？あ、もしかしてこれを塞ぐのでは？こういうことじゃない？この穴を塞げばいいんじゃない？何の穴か知らんけどさ。もしかしたらなんか、何かしら、何かしらが出てくる穴なのでは。それを塞いで、あ、水が湧き出てくる穴？それ塞いでいいんかな。まあ、分からんけど、とりあえず私は今全穴を塞いでいってるよ。いいんだろうか。てか足りる？でも足りるんやとしたら多分合っとると思うんやけどな。これもしかしてここを塞いだら、空いとるところの穴から、そういうことや、出てくるんや。ってことはそれで、どこに導けばいいの？どこの穴に導けばいいんだ、これ。わからないぞ。とりあえず一個ずつ、開けてみるか。痛い。あ、これで、いや、別に、登れないな。痛い痛い痛い。よっ。これでどこの穴に、どこの穴から水を出せばいいんだろうか。ん？全くわからないんですが。あ、でもこの岩確実に怪しいと思うよな。怪しくない？かといって、あ、マジか。水の力で。すげえ。うわー、持ち上がった。私が開けた穴はここだったんだけどな。そっちの穴の方に行った。これは、塞がないといけない感じですか？痛い。よし。ん？この辺でもなんかあるんじゃない？待って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 、来ないで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 って。来ないでってば。へえ。やだわー。じゃ、こっちは？
アイテムだな。ここは？ひ、来ないでくれ。あれは？くやー！ひ、助けてー。一旦画面切り替えんといかんな。一旦画面切り替えてからの、ここまでやったっけな。あ、道開いた。これも敵かな。あ、違う、なんか捨てるだけじゃなくてさ、なんかその場で使うっていう選択肢が欲しいんやけど。てかこの辺のアイテムっていうのがさ、なぜフィールド上で使えないのか。使わせてくれよ。いけるかな、今の体力で。ギャホホホー、無理な気がしてきた。ちょっと待って。一回さ、一回回復しよう。はい、戻ってきた。ただ、せっかく回復して戻ってきたのに、一回先制攻撃で捕まったけどね。え？これは、絶対に戦わなくてはいけないやつっぽいな。やだー。しかもなんか大量にいるよ。ちょ、あれだな。とりあえず、全体攻撃できるやつに切り替えておこうかな。ピンキー。行くぜ。何？何何今の回転。何君。なんか後ろにいるんですけど。ちょ待って、星のせい。星の降る夜。よし。行け。そうよね。今はもうマリオも全体攻撃できるようになっとるけんね。星のせいの技で。体力どれぐらいあるかな。スーパー爆発。いけい。やった、やっつけたよ全員。そしてレベルアップ。よし。どうしよっかな。でも、HP と DHM40 あるやんか。ここはちょっと久々にフラワーポイントをアップさせようかなと思うんやけど。やっぱ技大事よね。うん、フラワーポイントで。やったー、いっぱい。イェーイ。ちょ、コインコインコイン。よし、全部集まった？めっちゃでっかい木や。なんだなんだ。